ミドリア君、さあ、笑った、笑ったよ。やあ、お疲れ。あのね、最初は大きな音で怖くて、でもダンスでピョンピョンなってね、ピカッと光ってディクさんいなくなったけど、ブワーって冷たくなってね、プカーってぐるぐるーって光って、女の人の声がわーってなって、私、わーって言っちゃった。楽しんでくれてよかった。今日はありがとう、楽しかった。エリちゃん、サプライズ。リンゴ飴売ってた？俺探したよ。プログラムを見てないかもと思ったんで、買い出しの時に材料を買っといたんです。作り方は意外に簡単で、食紅だけコンビニにはなかったんで、佐藤君に借りて。まあ、近いうちにすぐまた会えるんだぜ。